師の皆さん、こんにちは。女神見習いです。今日はスタジオのルームツアーをやっていこうと思います。ここね、お家じゃないんですよ。私の事務所兼スタジオなんだよね。事務所として借りて、どうせだったらもうデコレーションして撮影ができる空間にしちゃおうということで DIY で頑張ってこういう風に作ったんですけど、なのでとっても狭いです。ルームツアーっていうほどもないんだよね、正直なんですけど、まだこう全体をみんなに見せたことがなかったなって思ったので、作り込む前の映像とかもちょっと交えつつ、こうなるまでの過程とかもね、見せていきたいなって思ってます。では早速やっていこうかな。本当に狭いんだけどいいかな。はい、入ってもうすぐこれなのでだいぶ狭いのが伝わるかなと思うんですけど、こんな感じになってます。あ、やばい、ここのアインシュタインのネオンがついてないね。これさ、すごいなんか熱くなっちゃうからあんまり長時間つけないようにしてるんだよね。かなり狭い事務所に対してこの消費電力ちょっと心配になってくるね。ワット数大丈夫かなみたいな。めちゃくちゃタコ足配線使ってるので、はい、こんな感じで、こっち側がバーカウンターになってるんですね。お菓子を置いてたりとか、ここら辺にはフラワーエッセンスと CBD だったり、あとお香を置いてますね。これもここら辺もお香だね。アメリカで買ったやつ、ブッダ。こういうのね、多いんだよね、海外。ここはこれ、ヒビっていうなんかマッチ型のアロマ、すごいね、いい匂いがするので。フラワーエッセンスはお花の波動をかき取ったただのお水なんですけど、だからお水なのでわからない人には全然効果がわかんないんだけど、わかる人には花の波動に自分が同調するってことで自分のね、エネルギーがアップしたりとか、そういう効果があります。イギリスとかでは治療に使われるようなそういう立ち位置にもあるので、怪しいただのスピリチュアルウォーターって感じではなくて、結構本当にこれとかもマッチフラワーレメディーって言って、これね、本当にレメディーっていうぐらい PTSD とか治療に使われるようなね、そんな効果があるんです。ここはトローリのお菓子がずらーりとね。ここにシーシャ吸うわけじゃないんですけど、シーシャが好きなので飾りとして置いてある。ここもお菓子がかかってる、はい。うわ、なんかこんなまじまじと見せるの初めてだよね。ここのドアの部分は貼りました。まあね、動画で見る分にはわかんないと思うんですけど、ちゃんとこうやって見るとね、実は細部が結構手作り感が溢れてるんですよ。これとかも防音の加工を自分でしなきゃいけなくて、インターホン取れちゃってんだよね。必死に自分でやったので、ところどころこういう手作り感があるんですよ。こっちの壁もこういうなんかキラキラしてるやつを貼りましたね、アマゾンで買ってきて。これちゃんと照明焚いて背景に使うとすごい夢かわな感じになって可愛いんです。バーカウンターの裏側どうなってるかと言いますと、はい、見えない部分はどうでもいい、私のポリシー。ごっちゃごちゃなんですけど、一応ここら辺に食器を置いてたり、こっちは私のお気に入りのマグカップ、デンジャロン焼き、かわいいでしょ、ね。こっちが私が今の試作中の、今後販売する予定なんですけど、キャンドルの材料。ここら辺はなんかストローとかね、お箸とか、よく動画で食べてるラッポキー。こっちは紅茶ですね。で、電気ケトルでお湯も沸かせるようにしてあります。ここら辺は紅茶、紅茶を集めるの趣味で、でここら辺もね、これキャンドルの材料ですね。私の雑貨ブランドから出すので皆さん楽しみにしててください。もうコードはごちゃっとしてるけど、ほらね、こういう、ね、手作り感が出ちゃうんだよね。ネオンはね、アマゾンで買ったのがほとんどで、
これがオーダーメイドしましたね。タイマーのやつもオーダーメイド。あとこのお目目もオーダーメイドです。すごいなんかフォーチュンテラーとかね、タロットリーダーとか書いてあってぴったりなのがアマゾンであったので、まあでも大体海外から取り寄せてます。こういうのはアインシュタインすごい好きみたいになってるけど、私の会社名もね EMC2 っていう、これ E イコール MC2 乗なんですけど、それを英語で言って EMC スクエアドっていうのが私の会社名。ちょっと今度会社名のこともお話ししようかなと思ってる。ここら辺は私のタロットコレクションブワーっとありますね。上の段がタロットカードで下がオラクルカードになってます。何が違うのかっていうと、タロットカードは、まあ、なんかトランプみたいな感じでカード一枚一枚に性格があるので、それを紐付けながら読み解いていくのがタロットカード。オラクルカードはもう完全に絵からインスピレーションをもらうフリースタイルな感じ。これは紅茶の缶だったんですけど、すごい可愛かったから持ってきて、この中のペン入れたりとかしてます。一番下はちょっとごちゃっとしてるからあんまり見せるもんでもないんだけど、これはモンステラだったっけな、お花じゃないや葉っぱで、あんまりね動画には映らないんだけど、一応ここに希望っていうネオンもあるんだよね。ではでは、こっちのあんまり動画に映せないゾーン、なんで映せないかっていうとね、撮影するスペースがないのよ。もう完全物置になっちゃってて、こっち側で本当撮りたいんだけどね、あの私が座る場所がないっていう。この青い目はね、これもネオンなんですけど、これちょっとねレベチ明るすぎて、これ一個つけると部屋全体が青くなっちゃうのでつけないですね。高いのケースみたいなやつ、そう、これを使ってこの中に三脚しまったり工夫してます。レトロなゾーンにしたくて、こっち側にも一応ネオンがね。ここ冷蔵庫あるんだけど、めっちゃ音がねうるさくて、ちょっとこれ誤算でしたね。なんで冷蔵庫買ったかっていうと、私が CBD のジュースを作りたいなとなって、今いろいろやり取りしてるんですけど、それ完成したらここにねずらーっと並べて、まあ宣伝ですよ。めちゃくちゃいいものを作る予定なので、映えるものを作ろうかなって思ってるので、ここに飾ったら可愛いんじゃないかなっていうことで、冷蔵庫だけ先に来ちゃって、まだ全然ドリンクは完成してないんですけど、これハニーゼリー、お水とコーヒーが入ってる。今はここら辺はタロットブース、ブースってほどじゃないんだけど、私のタロットリーディング撮るときはここら辺、うん、だいたいここで撮ってますね。こっちがパソコンとか iPad 置いたりしてて、もうやることないね、終わっちゃうね。あ、このフェンスの説明しようかな。これは私はパーテーションとして使う予定で買ったんですけど、なんか思った以上にでかくて、そう、幅を結構取るから、本当はここに置く予定じゃなかったけど、置く場所がなんかなくて、あーしょうがない、まあいいやと思って、そうそう、ちょうどこうなんか服とかかける場所がなかったから、じゃあここにかけとこうっていう感じで活用しております。ハロー、ここが私の新しいオフィスです。この通りまだ何にもないんですけど、ここにこれから装飾と防音加工をしてスタジオにしていきたいと思います。広さはね、4畳半ぐらいかな。来ました、吸音材。うん、結構これ引いた上でこうやってやって音の違いが分かるね。すごい音吸い取ってくれてる感じする。これをまず壁一面に貼っていきます。頑張るぞ。よいしょ。これ全部出しちゃっていいんだよね。うん。フローリングシートを貼って床をおしゃれにしていきます。やばい、3時間しか寝てないからちょっと頭が回ってないんだけど、この黒いのは吸音材の上に貼る遮音材です。2枚で貼らないとあんまり意味がないらしくて、こんな感じで貼ってみました。でもまだ仮止めしかしてないので、そんなにしっかりとは止まってないです。これでね、どのくらいの防音効果があるのかわからないんだけど、ちょっともう疲れすぎたんで今日は帰ります。やっと張り終えた。でもね、びっくりするぐらい防音効果がなくてマジ死にそう。こ
こう見ると気泡がすごいな。めっちゃこういうの出ちゃってるしさ、まあいいや、しょうがない。今ある分のネオンをこんな感じで飾ってみました。よくない？ちょっとだんだん好みになってきた。やっとここまでできた。あとここにソファーが届くんで、それが楽しみです。すごくこの昭和エリアもこんな感じになってきました。ここに冷蔵庫を買ってみたんだ。私今あの CBD ドリンクを作ってるので、完成したらここにずらーっと並べて、さりげなく動画の中でも宣伝しちゃおうと思って。どうでしょう、もうこの作業本当に大変だった。壁が一番苦労したね。みんな見てください、ついにほとんど完成しました。どう？まだネオンがあと15個ぐらい届くので、それをところどころに飾り付けますけど、今はもう大きい家具とかは全部一通り来たので、こんな感じで、あ、希望が光ってる。いいこと言ったね今。一旦こんな感じでほとんど完成です。はい、という感じでした。めっちゃ狭かったでしょ。でもね、いずれもっともっとお仕事うまくいって、 YouTube とかも人が増えていって、私が軌道に乗ってきたら、もっともっと大きなオフィスにいつか移転できたらいいなって思ってる。なので私はもう今このスタジオでも大満足なんだけど、やっぱもっと拡大して成長してやれることが増えるっていうのはすごく喜ばしいことなので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。ということで、また次の動画で会いましょう。ごきげんよう。